ペリリュー州はパラオ共和国の16ある州の一つ。パラオ諸島の中でコロール島の南西、アンガール島の北東に位置する。中心地はペリリュー島。ペリリュー州の2015年の人口は484人で、これはパラオの州人口としては3番目に大きい数字である。島10人のほとんどはペリリュー島北部沿岸にある州都のクルーアクルーブダン、村に住んでいる。 その他では、ペリリュー東北東のカープ島に住民が居住する。同州はパラを電力公社によって電力が供給されている。ペリリューの看板、危険であるため、第二次大戦の兵器には触らないように警告している。ペリリュー州の島は、太平洋戦争中にペリリューの戦いの舞台ともなった。日米の部隊が海岸線で戦闘を行い、日本軍は玉砕し、 アメリカ軍も多くの死傷者を出した。島内の遺骨や戦闘による遺棄物に触れたり持ち出したりすることは禁止されている。2011年度にはパラオ政府、ペリリュー州政府との協力のもと、日本の厚生労働省によって遺骨収集が行われている。2015年4月9日に秋人天皇皇后道子がペリリュー島を異例のために訪問することを受け、 4月9日を天皇皇后両陛下ご訪問の日として法律で週の祝日に制定している。パラオの本島であるバベルナオブ島からペリリュー島へはボート、飛行機でアクセスが可能である。ペリリュー飛行場が米軍や一般飛行機のために使われている。ペリリュー島北部には北港が存在する。北港は水深が浅く大型船には風向きで、 利用の増加とともに混雑度が増加していたため、日本の外務省はペリリュー島北部にある港湾の整備のために無償資金協力を行っている。周辺がダイビングスポットやフィッシングで有名なほか、第二次世界大戦の戦績が観光名所となっている。ダイビングやフィッシングは許可が必要となる。2003年にはパラオ国会によってカジノが合法化された。 ペリリュート、北高、ありがとうございます。